こんにちは、タビニャンです。今回は3月1日からスプリングフェアが行われているということで、池袋にあるスイーツパラダイスさんにやってまいりました。コースは3つ。このね、新しいケーキがお目当てです。緑のシールを貼って、それでは見ていきましょう。第11回 S1 グランプリ優勝スイーツのザ・フジヤマ2023、このねケーキがお目当てで今回はやってまいりました。和スイーツもサラダもあって、パスタやカレー、そしてスープなんかもあるんです。このペンネも美味しそうですよね。蒸した野菜もございました。パスタはね、6種類もあるんです。こちらはスパイシーカレーと甘口のキーマカレー。スパイシーカレーがね、とっても辛くて私はお気に入りです。オニオンスープ、体にオニオンはとってもいいというので、こちらも飲んでみたいなと思います。こちらは野菜のスープです。ポップコーンとソフトクリーム、冷たいドリンクやホットのドリンクも、そして紅茶もたくさん種類がございます。こんなに取ってまいりました。いただきます。一番最初は何といってもお目当てのザ・フジヤマ2023グランプリ受賞のケーキからいただきます。富士山を模したブルーに、一番上は白の雪を表しているビジュアルが何と言っても素敵です。真ん中にはリンゴとくるみのソテーと焼き芋が入っていて、和を感じるテイストになっているんです。スポンジはショコラのスポンジで、真ん中にいろんなものが入っているので、食べ進めるのがとっても楽しみになります。定番のスイパラ農園のふわふわショート、ふわふわでいちごの甘酸っぱさとホイップのコクが何と言ってもお気に入りです。ザッハトルテなんですけれども、チョコレートでコーティングされていて、ショコラのスポンジにショコラのクリーム、コクのある美味しいケーキです。この隣のねチョコレートケーキはスポンジがふんわりしていて、チョコレートのクリームが挟んであって美味しかったんですが、すみません、こちらね取れておりませんでした。フライドポテト、厚切りのフライドポテトで、中はとってもホクホクです。私が頼んだスペシャルコースにこのフライドポテトも食べ放題でついてくるんです。ケチャップ取りに行けばよかった。小さなカップに入っているプチグレープフルーツのムース、甘酸っぱくてグレープフルーツの香り満載でした。こちらはねプチクラシックショコラです。チョコレートに卵やバターなどを加えて小麦粉を混ぜたシンプルな味なだけに、とってもコクがあって美味しいショコラです。牛乳みかんゼリー、あっさりした牛乳のゼリーで、上に乗っているみかんがとってもいいアクセントになって、懐かしい味の爽やかなゼリーです。一番下はチョコレートのスポンジで、抹茶のムースと抹茶のソースがかかっていて、グラデーションされていて抹茶の味が濃かったです。ストロベリーのムース、ストロベリーのソースが乗っているので、こちらもストロベリーの味が濃厚です。レアチーズケーキ、とってもコクのあるチーズケーキです。スプリングフェアの蜂蜜レモンケーキ、小さなチョコレートが乗っていて、蜂蜜の甘さとレモンの酸っぱさの融合のケーキです。この日は開店と同時の11時に伺ったので、ハーゲンダッツのアイスクリームがとっても硬かったんですね。大好きなアイスクリームだけ取ってまいりました。こちらはね、抹茶の味がとっても濃厚で滑らかなお気に入りのハーゲンダッツのアイスクリームです。生パウンドプレーン、すごいふっかふかなんです。
素材の味を最大限に楽しむことができます。クリームが泡立ったカフェラテはベストマッチです。スイパラに来た時には絶対にこれは食べるベリーのケーキなんです。上に乗っているベリーのソースが甘酸っぱくてベリーも入っていて、周りにはチョコレートのスポンジでしょうかね、これもいいアクセントになっていて、ホイップクリームがサンドされているので大好きなものばかり集めたケーキです。いちごのムースの上にチョコレートのムースまで乗っていて、上にトッピングされたホイップクリームが爽やかでいろんな味を楽しむことができる贅沢なムースです。バニラアイス、ハーゲンダッツのアイスクリームの中でバニラアイス一番お気に入りなんですよね。スパイシーカレーを取ってまいりました。こちらね、すごいスパイシーで辛いんです。たくさんのスパイスが入っているなって思わせるカレーです。甘いものを食べた後にこういったスパイシーカレーを食べることでより甘いケーキたくさん食べたくなります。スイーツパラダイス、スイーツも美味しいんですけれども、このスパイシーカレーとってもお気に入りです。辛いものも大好きなので、この辛いカレーやみつきの美味しさです。プッタネスカ、これはね、娼婦風という意味のパスタなんですって。客引きに利用するほど美味しいという、また買い物に行く時間がない忙しい娼婦が家にある保存食で作ったからとも言われているそうです。ちょっとピリ辛で中にはオリーブがたくさん入っていて、トマトソース味で大好きな粉チーズもいっぱいかけて、乾燥パセリもかけていただきます。粉チーズも備え付けがあって、自分の好きな量だけかけてこれるのがとっても嬉しいです。このプッタネスカね、すごく美味しかったので、ぜひ食べてみてくださいね。いつもは明太ソースをいただくんですけれども、このプッタネスカすごくおすすめです。スイーツパラダイス、コースは3つあって、スイパラコースは制限時間が70分で、大人1490円、子供は1040円。私が今回頼んだスペシャルコースは制限時間80分、大人1690円、子供1240円。ブランドいちごも食べ放題のフルパラコースは大人3200円、土日は3500円、子供は1800円で制限時間は100分なんです。スイパラコース1490円で、このパスタもカレーもスイーツも食べられるので、とってもリーズナブルだなって思います。プチ抹茶ムース、抹茶の味がね、とっても濃くて、上にはホイップクリームと黒糖のソースなんでしょうか、和テイストでとっても美味しいムースです。プチブルーベリーのムースです。ブルーベリーの味も満載で、ブルーベリーのソースがかかっているのでより濃厚で美味しいです。チョコプリンです。プリンがたくさん、そして一番上にはね、ホイップクリームとつぶつぶのチョコレートもトッピングされているので、滑らかなプリンとホイップクリーム、チョコレート、食感も変わって楽しいです。はちみつレモン、しっとりとした食感のスポンジに、一番上はね、ゼリーでコーティングされているのか、艶やかで爽やかな味です。ラムレーズンのブラウニー、ラムレーズンの味あんまり感じなかったんですけれども、ホロホロとしたブラウニーで、こちらもスプリングフェアのケーキです。オレンジショコラムース、スプリングフェアのケーキで、一番下はショコラのスポンジに
爽やかなオレンジのムース、オレンジとチョコレートの味もベストマッチです。いちごと白あんの抹茶ロールケーキ、これね、とっても食べたいと思っていたケーキで、抹茶の生地にホイップクリーム、白あん、いちご、小豆を練り込んで、桜の花が上にトッピングされたロールケーキで、和テイストでとってもお気に入りで、今回おすすめランキング同率2番でした。ふんわりとしたシフォンケーキで、みかんの酸味もあって美味しいです。オレンジとショコラのムース、オレンジの味の濃いムースの一番下はショコラの土台で美味しいです。パッションとクランベリーのムース、ベリーの甘酸っぱさを存分に堪能することができる美味しいムースです。コンソメ味のオニオンスープ、すごく美味しいので飲んでみてくださいね。一番最後になってしまいましたが、せっかくサラダも食べれるコースなので最後にサラダを取ってまいりました。スイパラって美味しいケーキがたくさんあるので、こちらのお店でベジファーストを実践するのは私にはとっても難しいので、遅ればせながらサラダを取りましたが、サラダも美味しいものがいっぱいあってとってもおすすめです。いいお天気です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、ご登録をお願いいたします。また次回お目にかかりましょう。バイバイ。